大竹新志向ゆる月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、今朝六時からですね。ずっとここ来るまで。あの年賀状を印刷してたんですよ。プリンターで。で、あ、何の恨みがあんだかわかんないですけど。まず、プリンターがぶっ壊れて動かなくなったまあ、恨みでもなんでもないですね。まあ、もう十年ぐらい使ってたんで、あの、もうすぐ、もうすぐ死ぬだろうなって思って。 あの新しいの一応買ってあったんですなるほど取り替えたんです、うん、で取り替えたらなんか設定を全部やり直さなきゃいけなくてこいつがもうなかなか動かないんですよ。でもう1時間以上かかってようやく動くようになったら今度パソコンが動かなくなってですねもうスタートするのが3時間ぐらい遅れたんです。はい、で 今、うん、宛名やろうとして宛名も全然終わってないんですけどあのなんで終わってないかっていうといっぱいメールが来ててですね、うん、もう私ぐらいの年齢になると去年年賀状出した人がですね結構、死んでて <laughs> あのどんどん減っていくっていう、うん、えとっても残念な状況になっていて、うん、それを消さないといけないんで。うん 間違えて出さないでくださいね。いや、もう去年来られたんですよ。なんかずっとそのまま出してたら、あの娘さんからメールが来て、毎年毎年年賀状をくださるんですが、母はもう3年前に亡くなっています。はい、もう本当にもうなかなかはい。大変な状況。 失敗はします、ね <laughs> はい、えー、さてですね、はいえー、今日はちょっとバブルの話をしたいと思うんですけれども、はい、あのバブルがいつはじけるのか、うん、それを予,する予測することは誰にもできない、うん、ただバブルは必ず崩壊するっていうセリフを言ったのが、はい、あの生涯をバブル経済研究に捧げたガルブレスっていう、うん、アメリカの経済学者なんですけれども、はいはい、実は今世界は もう明らかなバブルに今バブルなんだとてつもないバブルに<ー>、えー、株価高くなってますもんねしています、ねはい、あの、えー、まあ日本もバブルで中国もバブルで、えー、そして最も激しいバブルがアメリカなんですね、うんうん、でアメリカはもうあのリーマンショックの前 2008年の前もバブルだったんですけれども、はい、えその時と比べて、えー、不動産価格、商業用の不動産価格はもう1.5倍以上になってるすごい高いらしいね。あ日本もあの銀座5丁目の急遽堂前は、うん、え路線価で坪1億5000万円いう、うん、おバカな、うん、あえて言いますけど、うん、おバカな値段がついていて、うん、えでこれがもう世界中で起こってるんですけれどもね。うんその アメリカがこの株価が最高値を更新するっていうのは経済が良くなって株価が上がるんだったら普通なんですけれども実はそんなことは全くないんです。うん、でん、えー、でかっていうと、うんあのー、実は一つの理由はですね、えーまあ、金利なんですね長期金利っていうのはマーケットで決まるんですけれども、うんうん、去年の秋までまあ、うん 10年国債の金利3ぐらいだったんです、うん、で今1.8%ぐらいですから、うん、6掛けに下がっているんです、ね、すごい下がってる、うん、これあの直金利っていうのは経済の体温なんで、うんえー、元気がなくなるとどんどん下がっていく、うん、あのちなみに日本はもうほとんどゼロになってるんですけれどもえ ということは景気悪くなってないのに株価が最高値を更新する。それなんでなの、うん、不思議でしょうがないんですけど。景気の実勢を図るには株価よりもじゃ長期金利の長期国国債の金利の方が正確に表してるっていう,う。私はそう思うんですけれども、うん、もう一つねあのー、最近。えー 元日銀副総裁で,です、ね、現日興リサーセンターの理事長の、えー、山口博秀さんという人の論文を読んだんです。これ今年の8月に 出した論文なんですけれども、も、はいえー、彼がですね。金融リスクと日本経済っていう論文を書いて、その中でアメリカのこのバブルの状況っていうのを分析してるんですよ。うん、で、ちょっとその専門的な用語になっちゃうんですけど、ケープレシオあるいはえー、シ,レシラー pr っていう指標があって、これ株価の割高指標なんです。あのまあ、pr っていうのはあの？ 株価収益率っていう、何年分の利益が、一株当たりの利益、何年分累積すると、その株価になりますかという指標なんですで、今、アメリカは25倍を大きく上回ってるんですけれども、これは25年分の利益を積み重ねた株価になっているええ、めちゃめちゃ高い割高になってるんだそうなんですね。のあ 実は過去のもう世界恐慌に至った1929年の大暴落から始まって、えーまあ、リーマンショックの時もそうだしああの、えーまあ、あの IT バブルの時もそうですけど全部この25倍っていうのが基準になっていて、うん、この25倍を ある程度の期間超え続けると、その後ドカーンと落ちるっていうのが全てのバブルに当てはまっているんですよ。で、ね、これちょっとイメージで言うとね。地震と一緒なんですね。つまりこうプレートの歪みがどん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 たまっていって時間が経つと。 ずんとずれて大地震になる、うん、で、今そのプレートの歪みっていうのがたまり続けているっていうことなんですけれども過去の実績を見ると、うんえー、この2000年頭の IT バブルの時が、えー、25倍を超えたのが79ヶ月だったんで、はい、それでドンと落ちたんですね、はいえー、リーマンショック前っていうのが52ヶ月で弾けてるんですよ今は今はなんとすでに 六十七か月まで来てる。あ、そうなんだ。じゃあ。前を超えてるんだ。そう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 。もう。かなりいっぱいいっぱいのところまで来ていて。うんうん、ちょっとなんかショックがあったら、いきなりドーンと落ちる。ちょっとなんかショックっていうのは、何が考えられますか。 これはねかんないですどこが引き金を引くかは分かんないですけど中国が引き金を引くかもしれないし日本が引き金を引くかもしれないこの引き金っていうのはこのガルブレスがねなぜ予測することができないって言ったかっていうときっかけはよく分かんないんですよ。誰かが突然売りにに出るんですこのの世界恐慌なった年時は 株式市場に朝方、うん、ゼネラル・モーターズの株に大量の売り注文が入ったっていうのがきっかけなんですけれども何で売ったかっていうのはよくわかんないです。危ないぞ だから売るんだよね。うん、誰かが思うそんなあやふやなものなんだ。え、だからこうパニックっていうのはそうなんですよ。よなぜこうパニックが起こるかっていう。でも,でも今ってあの株価とかってあの株式のやり取りって AI が割とやってるってだからパニックが起こると AI も一斉に売りに行くんですよ。AI もパニックるの？そうそう,そう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 。<ー>だからいつこの暴落が起こるかわからない。本当に明日起こっても。 不思議じゃないっていう状況にもなっているんですよ。だからそれは例えばどっかの会社あの一社一社が起こるとっていう意味なんですか？えっとねえー、今マーケットで言われているのは、うん、アメリカの大手えー、投資銀行、うん、あの 例えばゴールドマン・サックスとかモルガン・スタンレーとかそうい,ういっぱい取引する力を持ってる企業が弱気になって売るぞって言った瞬間に一斉にみんながドーンと売りに行くっていうことが起こるんじゃないかって言われているんです、ね、それは株取引を任されてる会社が資金を確保するために今が売り時だって判断する。はいはいはい ただねリーマン・ショック2008年9月の時も同じようなことが起こったんですけれども実は今回それが起こると世界経済はとてつもない痛手を受けそうなんです。それは何でかっていうと今振り返ってみるとですねリーマン・ショックから11年経ってなぜ世界が立ち直ったかっていうともう原因は中国なんです。世界中がドカンと起こった時に 中国がとてつもない固定資本投資をして、はいえー、世界経済を引っ張り上げたんです、うんうん、で、その投資っていうのが、うんあのー、ちょっとテレビで中国の専門家に話を聞いたらですね、うんうん、なんとリーマン・ショックの後の10年間で、うんえー、500兆元これ日本円に直すと、うん、8000兆円。 兆円って分かります、えー、か日本の GDP が500兆ちょっとなの、はい、8,000兆っていうのは頭おかしいぐらいの金額なんですけどイメージが湧かないと思うのでもう少しイメージのしやすい数字で言うとですねデビット・ハーヴェイっていう人があの最近「経済的理性の狂気」っていう本を出したんですけどこの中で中国がやったことって っていうのを書いていて、はい、中国はリーマンショックの後たった2年間で、うん、2>, 2年分でですよ、うんえー、20世紀の100年間に、うん、アメリカが使ったセメントの量の1.45倍使ってる、うんうん、アメリカが100年かかって使ったセメントの1.5倍を、うんうん、2>, 2年間で2年間でもう これ公共投資だけじゃないんですけど、うん、インフラだとか、うん、工場だとか、うん、マンションだとかっていうのを片っっ端から中国が作ったんですよ、うんうん、でその結果、うん、まあいいのもあるんですけれども、うん、そのこんだけ莫大にやると効率の悪いっていうか採算の取れないやつがいっぱい出てきて、うんうん、今中国にはですね全く従業員がいなくて。 <で>うん、ガランドになっている、うんえー、工場だとかですね、うん、全く住民のいない高層マンションとかっていやりすぎるとこうなる、うんうん っていうことなんですよ、うん、これ世界的にまあ景気がそんなに実は悪くないのにもっと景気をもっと景気をって言って金融緩和してどんどんお金がばらまいて、うん、で投資先がなくてどん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 ,どんそのマンションとか家とかその成長するものじゃないものに投資してでバブルって弾けちゃうわけじゃないですか。そうするるとみんなが板手を受けるわけわだから もうちょっとその事前にみんな頭使って考えたらいいと思うんですけど。うん、そうなんでっ、ね、ていうか庶民レベルで今の状態をバブルと思ってないところないんじゃないのってないなでは 個人だって潤わなくちゃおかしいいやでもだから一部はバブルなんですよだって東京なんてバブルじゃないですか、うん、土地の価格見たりする、ね、で,でも昔のバブルのイメージと全然違いますよね、うん、いやいやマンション1.3、うん、億っていうのは頭おかしいんですよ、うん、いやそれは庶民じゃないしいやだからその庶民じゃない人がバブってんですけれども、うんうん、で乖離してるわけですよね昔と違って、はいはい、超高級 富裕層と我々昔は庶民もちょっといい思いをしたとバブルが分かんないじゃんって、広まってないんだから。でね、もう一つの見えにくくしているのは、今、地方銀行が皆系経営悪くて、あんなの全然だめだ、国債とか買って、手堅い運用してるんですよ、大手は全然儲かってるだろう、この大手が何をやってるかっていうと、ですねアメリカの銀行が危ない会社に金貸すわけです。 金貸したその債券を証券化して、うんはい、それを CLO っていう名前がついてるんですけど、うん、日本の大手銀行をかさっぱしから買ってるんですよ。うん、ということは何が起こるかっていうとバブルがアメリカで崩壊するとこれがみんな紙くずになっていくんです。ら私はね あのむしろ危険なのは大きな銀行だと思うんです。うんうん、あの地方の中小金融機関はボーっとしてるのでバブルをけても <laughs> ーボーっとしてるちょっと手が打てるぐらいの余裕がないっていうことだから、うんね、昔のバブルのリーマンショックの時も不良債権束ねて金融商品に仕立て上げてそれを買わせるってことがあってそれが結局破綻しちゃったわけじゃないですか、ね、<laughs> それを CDO っていうんですけどそれが CLO になっただけっていう、うん <laughs> えー、お前だって,ってだか今からでも遅くないから。うん 日銀とか今、もうすごい、うん、あの企業の株とか買っちゃってて、年金とかどうなるんですか、えー、だから、だから、ちゃんと庶民の暮らし戻さないきゃだめよってずっと言ってるんですけど、ねうん、大手の企業の株価っていうのは、日銀が株主でい一番多いっていう話、はいえー、だからみんな道連れになっちゃうんです、こうやっていくと、えーで。どうしたらいいのかっていうのを来週、詳しくお願いしたいと思います。はいはいはいあ